のロックを解除しました。ハッチを開放します。マイクロデバイス、バインド完了。情報画面再起動中。警告、ポラリアン生物の脱走を確認。推奨、速やかな避難。いいわね。お願い、手を貸して。このエネルギーシールドであなたを守れるわ。ここは危険よ。ひとまず安全なところに行きましょう。切れたみたいね。そういえば、自己紹介がまだだったわね。私はニア。あなたは？よろしく。どうしてここにいるの？廃棄品調達？それとも宝探し？ついさっき休眠カプセルから出たばかりなんです。休眠カプセル？もしかしてあなたも火種計画に？やっぱりまだ目を覚ましていない火種があるって信じてたの。火種？あなたはとても長い時間眠っていたの。今はもう2112年よ。ずっと弟の行方を探しているの。弟もあなたと同じ火種だったのよ。他に誰か見なかった？いや、他の休眠カプセルには誰もいませんでした。ごめんなさい、唐突すぎたわよね。大丈夫、今はひとまず避難所まで案内するわ。ついてきて。乗って。
所で。避難所でトラブルだろ。しっかり捕まって。タイダルの奴らよ、気をつけて。グアルナ避難所の皆さん、こんばんは。なんてこと。早くモリーに連絡しないと。うわ、状況はどうなってるの。危険な状況よ、小指がやってきたの。モリーたちだ、早くこっち。なんなのこのクズども、いくらでも湧いてくるわ。左よ、あそこを守りなさい。小指って誰のことですか。タイダルのリーダーで正真正銘のイカれた野郎よ。内情に、ミア、内情の援護に回ってちょうだい。ここは私たちに任せて。電波がひどく乱れている。嫌な予感がする。この包帯を持っといて。ここからは少し危険になるわ。どうしてモンスターが内情に。いるはず。エレベーターに乗るわよ。急いでシェルターを探さないと、奴らが来てしまう。少し待てば上がってくるかもしれないけど。お嬢さん、答えなさい。どこまで知っていますか。3秒あげましょう。3、2。口を割るとでも思ったのか。綺麗にやったのか。余計な心配ですよ。相手はただの雑魚どもにすぎません。派手に行こうか。よろしく。おやすみなさい、グアルナ避難所。これからどこへ。まずは武器庫へ。扱いやすい武器がなきゃ手強い奴らは倒せないわ。こっちよ、このライフルを持っていきましょう。これであの変異生物たちを倒せるはずよ。
からない。こんなに大規模な侵攻は今まで受けたことがないわ。ここで一体何があったの？ライアンたちはこっちの方へ逃げてる。大変だ。来て、彼らはこの道を通ったはずよ。追いかけましょう。信頼を裏切ってしまった。生き残ったのは俺たち数人だけだ。お前一人の責任じゃない。俺たちがもっと強ければ。みんなは、俺は知ってる。お前は精一杯戦った。お前がいなければ俺は足の怪我だけでは済まなかったはずだ。だが俺は今、そうね、今は自分を責めてる場合じゃないわ。まずはここから逃げましょう。だがおそらく避難所全体がすでに占拠されているだろう。一体どこへ逃げれば。ドゥーガ避難所はここから一番近いし、そこの管理者のプリートさんとは知り合いなの。彼ならきっと助けてくれるわ。ついてきな。この先に外に通じる道がある。これ以上変異生物に遭遇せずに済むといいな。みんな気をつけて。全員分散して射撃しろ。お互いを守り合うんだ。警告、周囲に大量の異常生命信号の出現を検知。警告。正面衝突は得策じゃない。まずはどうにかして回避しよう。こいつ回復能力が尋常じゃないぞ。俺一人じゃダメだ。ジョー、手伝ってくれ。よかった。フリーズレイはこいつに効くみたいだ。早く中に入って、扉を閉めて侵入を防ぐわ。早く中に入って扉を閉めて侵入を防ぐわ。俺たちが滑り込んだ瞬間に扉を閉めろ。モンスターを締め出すぞ。早く入って端末を操作して扉を閉めるわ。なんということだ。こんなところにバトルスーツが。どうしてこれまで気づかなかったんだ。なんとかしてこれを動かしましょう。私たちの力だけじゃモンスターに太刀打ちできないわ。急いでバトルスーツを起動するわよ。手伝って。警告、警告、電圧異常です。ニア、先にバトルスーツの認証システムを解読してくれ。敵は俺たちが食い止める。この認証システム複雑すぎるわ。そんなにすんなりいかないかも。
私にしっかりついてきてください。本当にかっこよくなったじゃないか。重大な損傷を受けました。神経ブリッジを自動解除します。警告、変異生物が接近しています。警告、変異生物が接近しています。2112年、グアルナ避難所はタイダルに攻め落とされました。現場では生存者は見つかっています。身体状態検測中、しばらくお待ちください。空腹度、飢餓状態、水分量不十分、怪我の程度深刻、推奨迅速な傷口の処置。装備は使えなくなった。だが中にはまだ使えるものもありそうだ。現在地、グアルナ湖畔付近の島。
野外での危険に備えて付近に食料がないか探してみましょう。データベースに存在しない音声を検知。音源の特定完了。チップ解読中。件名チャチャを確認。はぐれてしまった戦闘ペット。注意、右側に変異生物が出現。大量の変異生物が接近中。必要、速やかな撤退。キャンプセキュリティ回線接続完了。フォトンタワー起動。ここは一体？接続しているデータによると、ここは誰も使っていないシェルターです。制御台とシェルターを覆うポラリアン汚染物を確認。必要、ポラリアンの巨大株の排除による汚染除去。推奨、商法の優先的な破壊による巨大株へのエネルギー供給遮断。エネルギー供給遮断を確認。推奨、本体の破壊開始。汚染は徐々に消えています。これでこのシェルターはあなたのものです。使用可能な装備の存在可能性を算出。推奨、シェルター内の捜索。本装置はレーザー分解装置。各種素材の採取にて使用可能。木材と石材を採取して壊れた扉を修復しましょう。制御台ネットワークよりサバイバルガイドのダウンロードを完了。サバイバルガイドにより能力の上昇方法、家の建築方法、危機対応方法等の学習が可能。
本武器のエネルギーチャージ未完了。必要。シェルターのバッテリーでの充電。現在、生存状況の改善を確認。島の探索が可能。チャチャはあなたをどこかへ案内したいようです。前方に送信所があるようです。チャチャからの愛情を検知。推奨、戦闘ペットの契約。双方の意向を確認。戦闘ペットの契約成立。活発な信号を検出。送信所である可能性を算出。大量の変異生物を検知。推奨、周辺への警戒。位置特定。送信所の端末は2階にあります。端末をアクティベートして部屋のバリアを解除する必要があります。信号の増強を確認。
危険接近中、推奨注意の継続。発信源を発見。送信所中央のリモート通信機。こんにちは。私はリディアです。私のことはあなたをサポートする AI だと思ってください。あなたの声、とても聞き覚えがあります。私は今までずっとあなたのマイクロデバイスの中にいました。ですが、これまでは人格データが解放されていなかったため、機能が極めて制限されていたのです。今あなたがこのリモート通信機を起動したことで、これまで解放されていなかったデータを取得することができました。それによって私はより多くの機能を持つようになりました。データ分析能力やコミュニケーション能力が強化され、より人間に近づいたといえます。この機能でこれまで以上にあなたをサポートし、実力アップをお手伝いさせていただきます。ではまずこの部屋のバリアを解除させていただきます。部屋のバリアが解除されました。使える資源を探しましょう。先ほど手に入れたオートバイをプリントしてください。それに乗ってシェルターへ戻りましょう。
すればここから出られますか？ドゥーガ避難所で合流しようと友達と約束しているんです。キャンプの入り口にあるテレポート台を使うのがいいでしょう。テレポート台ってあなたのそばにあるその装置のことですか？はい、テレポート台を使えば別の場所へワープすることができます。あっという間にドゥーガ避難所に行くことができますよ。マイクロデバイスで起動したテレポート台はあなたのワープネットに接続されます。起動したテレポート台が多ければ多いほど今後の移動が便利になります。わかりました。それでは行ってきます。ご検討をお祈りします。お忙しいところすみません。ちょっとお聞きしたいのですが、ニアとライアンというものがここに来ていませんか？初めて見る顔ですね。こんな時期に何かあれば大変です。失礼ですが、まずは君の身元を確認させてください。友達とはグアルナ避難所ではぐれたんです。グアルナ？気の毒ですが、今この避難所も緊急事態なんです。早く手を打たないと僕もグアルナと同じ目に遭ってしまう。何があったのですか？物資の輸送車がモンスターに襲われてしまったんです。タイダルに対抗するために避難所の武装人員が全員フリート長官に連れ出されたこのタイミングで、大切な物資だというのに避難所には今人手がない。どうすれば。君が一人で大丈夫ですか？やれるだけのことをやってみます。それはありがたいのですが。いいでしょう。気をつけてくださいね。物資輸送車から最後に送られてきた位置情報は湖畔森林でした。
地面にタイヤ痕があるみたい。対象分析により、この後は物資輸送車に使用されている専用タイヤと一致しました。取り戻せている。でもタイダルの手がもうドゥーマ避難所まで届いているなんて。異常な動きは陰謀の兆しと言われています。そうだね。それにしても人工知能とこんな会話ができるなんて思わなかった。この会話内容は。大したやつだな君。本当に輸送車を取り戻してくれるなんて。避難所のみんなを代表して礼を言わせてください。本当にありがとうございました。いえいえ、それにしてもあの連中は本当に命知らずですね。プリート長官が帰ってきたらこの件を報告しておきますからね。この件が片付き次第、君の友達について調べさせてもらうよ。何か分かればすぐに連絡させてもらうね。改めてドゥーガ避難所へようこそ。連盟は全てのサバイバーたちのために必要な物資を準備しています。これからは君もデイリークエストを完了することでこれらの報酬を手に入れることができますよ。このファルコンをプレゼントするよ。定期イベントをクリアするのに役立つだろう。
によるとサバイバルガイドのクリア率が低いようです。サバイバルについてお困りではありませんか？
っ